神田くん変わってる。中央に行ける。おお。うん。いろんなキャラ使えるんだ。すごい。見ようという。使えるわけではないです。いやゲーム IQ 高いっすよね。なんかいろんなゲームやってきたのかなって。あ、間違えた。あ、まあ、そうですね。それのせいもあるかもですね。応用がすげえ効いてる。すべてオーバーウォッチっていうゲーム。みんなもオーバーウォッチやってんか。やば。なんか闇の魔の手が。オーバーウォッチすればゲーム上手くなるんですか、すべて。あ、うまくなります、なります。魔法のゲームか。いやでもマジでそうなんですよ。あ、そうなんだ。これ本当です。スキルの管理と上下 3D の対戦とエイムとマジでゲーム、いろいろ基礎詰まってる。やってみようかな、オーバーウォッチ。全てが詰まってるので味方がひどいと終わるっていう。え、ならユナイトの練習せずにオーバーウォッチすればユナイトも上手に必然的になるってこと？お前カメスだけやっとけよ。練習場で。さすがにポケモンやってほしい。ポケモンやってほしい。あの2が出たらやろうと思います。やりましょう。俺も2出たらやったいな。あの来年の夏なんで。来年の夏。来年。結構あるなまだ。